いやー、9月10日です。はい、今回も例によって喋ることがないんですが、ですね、喋ることがないとゲームの話になってしまうんですけど、 PS5 が年内に出るらしいね。もうすごいね、もう5ですよ。で、そう、Xbox もなんか新型が年内に、こっちはもう発売日が決まってて、11月10日だったかな、かなんかに出るそうですよ、お兄さん。はあ、この話持たんわ。まあ、だから、これは私は常々言ってることですけど、新しい家電はすぐ買うな。なんか不具合あったら困るだろうということですね。確かね、私思い起こすのは PS2 の時ですが、まあ、まだ子供だったので親にかなんかに買ってもらったと思うんですけど、初期型のやつですよ。もうあの発売間もなくのやつ。これ確か新三国無双2かなんかのなんかムービーをさ、エディットできる機能なかった？新三国無双2にムービーの登場キャラをエディットできる、なんか決まったムービーがあって、そこに新三国無双のキャラを当て込むことができるの。ここの場面で曹操を出すとか、次の場面では劉備を出すみたいな、そういうふうにキャラクターを当て込むことができる機能があって、それやるとなんかフリーズするのよ、確か初期型のプレステ2って。確かそうだったな。とにかく、まあ、iPhone はじめ Mac 製品もそうですけど、家電は発売したてのは不具合が大なり小なりある。まあ大きい不具合があることもあるし、ちっちゃいもう気づかれにくいような不具合もいろいろあって、で実際にユーザーが使ってその意見がフィードバックされて、だんだん不具合が直されていくもんですから、ちょっと様子を見ろって私はいつも言ってるんですよ。でもなんか発売日に買いたがるやつの多いことね。多い多い。そんなすぐやりたいかね。だいたい買ってもやらずに置いとくやつもいるだろう。それは言語道断ですよ。まあスイッチみたいにしばらく品薄で買いたくても買えないみたいな状況も起きるかもしれないから、はぁ、大体私今ゲームがさ積まれてるんですよ。積んでる状態なの。この三国志と動画作成とで全然自由時間が取れない。金土日しか取れない。それだけあれば十分か。どうかな。から進まないゲームが、父として進まぬ。なのでまたさ、こう進まぬうちにまたどんどん出てくるのよ、これからやりたいやつ、興味があるやつ。10月2日にあのクラッシュが出るでしょ、クラッシュバンディックですよ。の、4です、4。4は前に出てるんですけど、実は。4からどんどんクソゲー化していったというのがクラッシュの、もっぱらの評判でして。で、その旧4を黒歴史化したのかというと、海外版では、4っていう数字はついてないんです、タイトルに。
日本語版だけなの、4ってついてるの。Q4 はね。で、完全な、まあ、ただのナンバリング4ってことですね。これが10月2日、確か。これ発売日覚えてるの、やっぱ気持ち悪いよね。で、10月29日かなんかにウォッチドックスレギオンっていうのが出ますし、11月の10日ぐらいにサイバーパンクだ、2077。で、同じくそんくらいにアサシンクリードのバルハラも出るでしょ。アサクリはちょっとやるかどうか微妙ですけどね、今んとこ。オデッセイがそこまでむちゃくちゃ面白いわけじゃなかったから、やってみたオデッセイが。うかうかしてると、で PS5 ですよ。 PS5 は年末と言われているので、年末年始とね、ホリデーシーズンって言うんですよ。これ北米、カナダ、アメリカで使われる言葉みたいですけど、ホリデーシーズン、年末年始のことをホリデーシーズンっていうらしい。で、そのローンチと目されているホリデーシーズンに発売されるやつもあるからさ、スパイダーマンの続編とか。うかうかしてると PS5 とローンチが出て、年またいで2月にはファークライの6が出てしまう。これから発売されるゲームだけでそんなにあるのに、もう発売してるゲームでやりたいのも溜まってるし、今だからゴースト・オブ・ツシマが大体終わったので、大体終わったんですよ。コントロールの DLC 第2弾っていうのを終わらせた後に、ようやくニオ2に入ろうと思ってるんですが、ニオ2ちょろっとだけやったのよ。ちょろっとだけ、本当に本当にちょろっとだけ。キャラクタークリエイトができるのね、ニオ2は。キャラクタークリエイトというのはですね、まあ決まった姿形の主人公がいるわけではなくて、主人公の容姿をあのウィーレのキャラクターエディットみたいに自分で作れるの。でも面倒くさいの、すごく。ああいうの、私結局自分の服選びと一緒じゃない、多分。キャラクリって、自分の服に興味ないやつ、キャラクリにもうさ、興味こう持てないと思うの。もうだから一番最初のデフォルトのやつにしちゃったわ。それでポンって決めちゃったわ。ランダムでちょっと何個か見てもよかったかもね。とにかくほんと初期設定ですよ。髪型も一番、眉毛も一番、目も一番みたいな、全部一番みたいな、そういうクリエイトにしまして、でちょっとしたあの修行場だったかなのチュートリアルをやって、一番最初のミッションでちょっと行くと、なんか多分そのミッションのボスがうろうろしてるのよ。メズかな、メズ、馬の頭と書いてメズ、メズでいいのかな、あっと思ってちょっと引き返して、そこで終わってます。多分どんぐらい強いのかな、あんまり聞かないけどね。ニオの1は一番最初のミッションのボスが結構強いんです。音量機っていうんですが、まあこれ音量機、その後中盤から終盤にかけて死ぬほど戦うことになるんですけど、でその頃には普通に倒せるようになってるっていうのが死にゲーなんですけど、まああんまり最初でつまずくっていう声は聞かないので、多分そこまで強くはないんでしょう、今回のは。そこは前回の反省を踏まえて調整をしてくれたんじゃないでしょうか。だからでもどんぐらい時間がかかるか読めない。序盤が辛いのが大体の死にゲーの特徴ですし、
でもね、仁王2をやりたくなってる自分がいるのよ。もう赤老から入って死にゲーをやりあさったけど、いろいろ。それはそれは。言うほどやってないけどね。ダクソー三部作とブラッドボーンと、何やと。フォールオーダー、ジェダイフォールオーダー、コードベイン。それから仁王の1。こんだけですね。まあ本家とライクですけど、まあライクというのはまあクローンとも言いますが、本家を真似て作られたゲームです。なんか人気ヒットしたものが出ると、それを真似たゲームが大量に生まれるっていうのは、まあそれどこの業界でもあることでしょうが、スイーツでも漫画でも音楽でも。まあ、ライクはライクなんですよ。いろいろやったけど。ライクの中で一番面白いのはやっぱり仁王だったの。仁王2に期待してしまっている自分がいて、こう、飢えている死にゲーに。で、その、カップヘッドもなかなかの死にゲーだと思うんですけど、カップヘッドの DLC っていうのもね、こう、2020年に出すと言われていて、今のところ続報がないのよ。いつ出るのよ。しかも PS4 版とかいつの間にか発売しちゃってるし、カップヘッド。7月だったかな、7月末に出てるのよ。カップヘッドスイッチでやっちゃったのよ、私。でもトロファーなのよ、私。カップヘッドのトロフィー欲しいのよ。もう一周すんのか、あれをって思っている自分がいるけども、エキスパートもやるから2周になるんですけど、カップヘッドもう一回やりたいなと思ってる自分もいる。なんかほんと死にゲーの呪縛から逃れられない。で、いろいろさ、調べてるとさ、これもやりたい、あれもやりたいっていっぱい出てくるでしょ。ゲームの YouTuber 見てると、ホローナイトっていうのもね、すごく興味を持っている私は。これも 2D の死にゲーなんですけど、2D の死にゲーですから ロックマンとかカップヘッドに近いと思うんですが、ホローナイト。でもね、なんか、プレイステーションストアで見ても、検索しても出てこないのよ、ホローナイト。その、プレイステ4でストア行って、ホローナイト探してもないの。英語で検索しても、日本語で検索しても、きちんと発売日と価格帯で絞って見てもないのよ。どういうことよ、これ。このパソコンのプレイステーションストアのサイトにはちゃんとあるよ。パソコンで見る。プレイステーションストアにアクセスすると。あるよ、ホローナイト。そっちで買えってことかしら。あ、もう10分喋ってる。全然また、だから少しは教訓になることを言いたいな。言いたいな。眠くなってきた。だから、すぐ買わない方がいいよ、皆さん。あと、諸君。ほんと、諸君。いや、やっぱゲーム YouTuber の人たちはすごいね。だって多分動画作るにはさ、発売後すぐ買ってすぐ動画上げた方がいいじゃない。でも中身のある動画作るにはある程度のところまで進めないと作れないじゃない。だから、発売後すぐ買って、で、発売後すぐ買うということは、中古なんかまだ出回ってないでしょうから、新品の価格で買うんですよ。クソゲーかどうかもよくわからない。情報もない。パッチもまだない。バグもあるかもしれないのに、そのゲームをフルプライスで買って、グワーってやり込んで動画作るのよ。それはすごいことですね。大変な努力ですよ。これをやり始めると、
前も言ったけど、本当に仕事になってしまう YouTube が。そんな覚悟はない。劣等者いっぱいいるよ、ゲーム YouTuber。 そんな覚悟のないというか、そんな劣等者に飛び込んでいく覚悟はないから、しばらくは法律動画の方を僕は充実させようと思います。本当なんか今受験生みたいな苦行をしてる。金土日にさ休憩はできるんだけど、ゲームしながら毎週締め切りが来るのよ、三国志と動画の。毎週来るの、本当に終わりがない、終わりのない苦行。誰も見てない三国志と登録者12人の YouTube っていう。頑張ります。今日はこの辺で。